野々村誠の娘、カノン23歳、スタート者女優に進化の現在地大胆肩出し、茶髪イメチェン父とは、距離感。タレントの野々村誠、59、と野々村敏へ、60の長女でモデルタレントのカノン、23、が5月20日までに自身のインスタグラムを更新。お仕事で髪色変わりました茶色になったぞ、というコメントとともに、大胆な肩出しショットを公開。 これまでの黒髪から茶髪にイメチェンしたことを報告した。インスタのコメント欄には、茶色大正解すぎだよ可愛い可愛い久々に結構茶色だね。どんなお仕事なんだろうご報告楽しみにしてるね。お仕事なんだね、新しいドラマとか期待しちゃって良いのかな。といった絶賛の声が寄せられている。 カノンは小学5年生の時に第1回ニコプチモデルオーディションでグランプリを受賞。2013年4月よりニコプチ新潮社の専属モデルとして活躍。2015年には NHK 大河ドラマ花もゆに出演。現在はさかなくん48と共にギョギョッと魚スター E テレの MC を担当しているほか、嵐相葉正樹 MC のあ「あみんなの動物園日本テレビ系」にレギュラー出演するなど動物番組にも引っ張りだこ2021年11月からはのの周修者の専属モデルも担当している女優としても大活躍いつの間にかスタートエンターテインメントの御用達女優のようにもなっていてスタート者タレントとの共演が多いんですワイドショー関係者